寺池城は宮城県留市留町にあった日本の城。寺池館とも呼ぶ場合もあり、通称が牛城。江戸時代は伊達市の支配下の下留止害と称した。追記年代は不明。火西市により築城された。天正18年、豊臣秀吉の欧州市沖によって、火西春信は改役。木村義清が火西市。 大崎市の給料三十万国を与えられ、寺池城を居城とした。しかし、笠西大崎一期が勃発。一期軍に城を占拠されたため、木村義清は佐沼城に逃れた。その後寺池城は、伊達政宗により落城。現在の寺池城は、慶長九年、伊達政宗の家臣、白石宗直が移り集築し、居城としたものである。その後白氏は、 伊達市を名乗ることを許され、寺池城は一国一条。令の後は止めよう。と称し、幕末まで止め立て、氏の居城であった。廃城令や欧州仕置により、ほとんどの建物は解体されたが、伝承を含むものの払い下げられた。建築物も,も存在する。同市内にある。よくも寺の山門は欧州仕置により全身の寺池城が廃城となった際。 山門として移築されたものであるとされる。元はかや武器であったが、近年同番武器に吹き直されている。また、同市内の民家にも廃条令で払い下げられたとされる門が現存し、市の指定文化財となっている。ありがとうございます。